到着したようですね。キドの異常については引き続き調査中です。レオ隊長も現場に向かっています。あなたは先遣隊に接触、任務の確認をお願いします。おい、こっちだ。なんだ、見習いじゃないか。この人手不足だ、仕方ないか。俺たちの任務は住民を避難させることだ。早速取り掛かってくれ。通信が。新たな情報です。労働区に視察団が。何ですって？視察団に皇帝陛下の婚約者エメライン嬢がいるとのこと。大至急保護を。ああ、もしお姫様を見かけたら確実に保護だぞ。いいな。状況の再確認です。現在タルパ労働区にて全部隊を6隊に分け調査ミッションを展開中。各隊隊長の指示に従ってください。止まれ。何の用だ？また軌道が勝手なことを。エメライン様、行きましょう。面倒な連中が来たようです。ん？エメライン様、またお一人で。本当に困ったお人だ。あなた大丈夫ですか？しっかり。今食料と水をお持ちします。時間です。エメライン様、労働区の視察はここまでとしてください。支援物資が行き届いていないのです。ここの皆さんを助けなければいけません。その必要はありません。彼らは失われた世代なのですから。失われた世代？定職にもつかず、結婚もせず、子供も持たず、消費もしない。自らの意志で社会との関わりを断ち、命を、人生を投げた者たちです。助ける必要などないのです。随分な言いようだな。誰だ？そうだな、ファントムとでも名乗ろうか。ファントムだと？次から次へと。お偉いさんも学者先生も俺たちを救う気なんかないんだろ。だから見て見ぬふりをする。ちょっと兄貴、貴族に絡んじゃヤバいって。牢屋にぶち込まれちゃうよ。ここは抑えてね。お姫さん、教えてくれないか。民衆の血税は何に使われてる？あんたと陛下のロイヤルウェディングのためじゃないんだろ？貴様、これ以上の侮辱は許さん。あなたのお怒りはもっともです。この国は多くの人を切り捨て犠牲にしてきました。けれど陛下はこの流れを変えようとしています。どうだか。だがあんたの心持ちは理解した。でお前はなんでまたここに？光のならすぐに退散した方がいい。エメライン様。その光、まさか。パーシ、走れ。ここから離れるんだ。この女に光が落ちる。どうして光に飲まれ
れていくのだ。エメライン様、言いたくなけりゃ言うことを聞け。そいつをつけてな。あなたは機動兵団のレオカディオだ。光にさらされた者だけが光を撃てる。お前たちはもう覚醒者だ。俺に続け。エメライン様、エメライン様がどういうことだ、どうなっている。光に取り込まれた。あの女は今もう人間じゃない。まさか戦えと。放っておけば甚大な被害が出る。覚悟を決めろ。この力で今だ。よし。じゃあ。行け。この力に。今だ。こいつはのんびりできないな。これで終わりだ。ダーリア、この光は私の後ろに守り抜く。ダーリア、私はどうしたら、どうしたらあなたを。2週間経過した今も議会は何も動かない。ここで再生を待つ若者たちを見捨てる気か。誰を生かすのか。神の選択をこの私にしろというのか。一人でも覚醒すれば状況は変わる。少しでいい。誰か動いてくれ。そうだ、思い描くんだ。君の姿、君の命。
そこです。攻撃。失礼。よくぞ目覚めた。結果さえ出れば予算を分取れる。失礼。私はファウスト。第一の光により被災した者たちの治療を通じ光の研究を進めている。まず現状について共有しよう。君は光という災害に巻き込まれた。人間の肉体では光に耐えられない。多くの場合人体は完全に消失する。助かっても先ほどまでの君のように原型がなくなるほど破壊されてしまう。まれに屈強な肉体と幸運を持つ者、ローラントのような例もあるが。失礼、話がそれた。ともかく光を受けた者はただでは済まない。光にさらされた生物は細胞レベルで急速な変化を促され、光に適合した異形の姿となる。私はこれを覚醒と呼ぶが、現在光を浴びた広い地域で生物が覚醒、凶暴化しているとの情報がある。つまりこの世は非常に危険な状況にあるということだ。次に君の状態について共有する。君も覚醒者となった。君は光に適合した肉体を得ている。そして覚醒者だけが光を撃てる。光により凶暴化した生物と戦い、これを滅ぼすことができるのだ。何を意味するのかわかるかな。世界を救うため君が必要なのだよ。レオカディオ隊長も君を。他のポットでも再生が始まった。素晴らしい、素晴らしいぞ。覚醒者が増えればさらに光の研究が進む。すまんが忙しくなった。君の世話までは手が回らない。君は我が社の機動兵団に入ってもらう。ちょうど今日入隊式を行うはずだ。機動兵団は覚醒者の組織だ。入団手続きは私が指示しておこう。いい返事だ。君の活躍に期待しているぞ。では最後に忠告だ。君が眠っている間世界は一変した。もはや命は平等ではない。これからは生かすものを選択していく地獄のような時代になる。だが君はあの光の中を生きた。今この時代に君には命があるのだ。それだけで君は一つの奇跡だ。この期待を忘れないでくれたまえ。儀式の終わりに各隊の隊長から一言いただきます。世界が危機に瀕してるのに長話なんてごめんなので、ちゃちゃっと行きましょう。ちゃちゃっと。まず私から、プリスト隊隊長イグナーツです。皆さん適度にゆるくね。思い詰めたら死にたくなっちゃうんでね。はい、次。ユルゲンだ。ウィザード隊の隊長となっているが、了承した覚えはない。だだこねるなって。晴れの場なんだから、乗って乗って。よーみんな、ハンター隊、隊長ゲロルトだ。女性隊員めっちゃ熱烈歓迎中。俺んとこ、来ないか。次は私の番だな。ナイト隊を預かる、
ローラントだ。状況は過酷だが、力を合わせれば乗り越えられると信じている。憎き光を払い、共に帝国の未来を守ろう。ロランは固すぎるのよね。はい、ガンナー隊ヤスミンよ。皆さんに会えて嬉しいわ。どんな世界になろうとも、生きるなら楽しくなきゃね。鳥はレオさん、お願いね。ゴーリア隊レオカディオだ。機動兵団の総隊長を兼任している。知っての通り、労働区は第一の光で壊滅的な被害を受けた。以来光の汚染はやまず、動植物の異常進化も進む一方だ。このままでは我々の生活は根底より破壊されてしまう。そこで我々覚醒者の出番というわけだ。我が機動兵団最大にして最高の目標は、全ての光をなぎ払い世界を取り戻すこと。途方もない時間がかかるだろうが、諦めなけりゃいつかはゴールさ。光との長き戦い、その始まりの一歩をしっかり刻みつけていこう。全てが終わったら勝利の酒で乾杯するぞ。以上、全員次は研修へ移れ。お疲れ様です。メタルテクニカ社情報部所属のセイディです。機動兵団への入団希望の方ですね。今後の流れを簡単に説明します。まず配属先を決めてもらいます。ご希望の隊で研修を受けてください。何か質問はありますか？機動兵団はメタルテクニカ社が創設した広域調査団です。労働区に光が落下後、爆発を起こしました。依然として混乱が続いています。この世界に何が起きているのか、その調査が必要なのです。では希望する部隊を選んでください。希望する部隊は決まりましたね。次に署名をお願いします。これで手続きは完了しました。早速研修へ移ってもらいます。研修先に合流後、各担当者の指示に従ってください。ウォーリア隊、応答願います。セイディさん、引き継いだウォーリア隊所属ウィンだ。では早速研修を始めるぜ。構えてください。そこです。忘れいかがです。皆さんさすがです。
研修は以上だ。よくついてきたな。おう、ウィン。こっちも上がったぜ。隊長？帝都近郊の緊急討伐は？光のしもべが現れたって。終わった。もう？最後は殴りゃいいんだよ、殴りゃ。あと、酒な。うまい一杯が飲みたい。その気持ちだけでもいけるわけ。わかるか？わかんなくもな。いやいや、わかんないって。てか、昼間から飲むんすか？この非常時に？ウィンは真面目ちゃんだね。確かに今は非常時だが、これは俺らの日常でもあるんだよ。だから固いこと言わねえで行くぞ。はい、そっちの新人も。困ります、まだ手続きが。え？しゃあないな。じゃあ新人はまた今度な。ほれ行くぞ。こういうノリだって、昼間から酒だぞ、この非常時に。そうか、これが日常か。俺の方が試されてたみたいじゃねえか。じゃあまたな。隊長、俺も行きます。失礼しました。無事に研修を終えたようですね。お疲れ様でした。メタルテクニカ社はあなたを機動兵団の一員として正式に採用します。機動兵団にようこそ。これからもよろしくお願いします。では次に装備を揃えましょう。専門家のソフィアさんに会ってください。ご分を。ご分を。はじめまして、私はソフィアだ。光に関する研究と対策を専門にしている帝国最高学府の最年少記録を持ち、あのファウスト博士の助手でもある。君のことを全力でサポートしよう。以後よろしく頼む。では今から装備品について教える。まずは適当な武器を手に入れよう。武器を得るにはその対価としてジェムを払う必要がある。ジェムは通常帝都のショップで手に入る。今の君は手持ちがないだろうから、今回は私が払っておくよ。というか経費で落とす。では実際にやってみようか。
いいだろう。私の研究成果を見せてやるぞ。受け取りたまえ。いいだろう。私の研究成果。いい結果が出たようだな。では、次のステップへ行こう。次は実際に身につけるぞ。これも考えどころだ。君に最適な装備を教えよう。何、私に任せておけ。うん、完璧だ。それでは外まで見送ろう。まあもう少し教えたいこともあるが、それはまた別の機会にしよう。セイディのところに戻ってくれ。すぐに任務が下るはずだ。それでは幸運を祈る。